ドラゴン TV タツです。イエイ。たくみでーす。ジンです。今日はなんとこの3人でね、地形遊びやっていきたいと思います。今シーズンは雪が全然ないんでね、本当僕らもねちょっと滑るのに困ってるんですけど、こういう時だからこそ山の地形が結構いろいろ出てるんで、今日はこの地形、リフトから降りてすぐのね地形使ってね、この辺の地形使って遊んでいきたいと思います。いや、やっていきましょう。まずはヒップライン、抜けるまでにシャドウがあるからしっかりトゥーエッジでラインを取り、抜ける瞬間は左の木に注意してややフラット気味でテールでしっかり踏み切ろう。空中では膝を胸に引きつけランディングを見ることが大事です。慣れてきたら徐々にスピードを上げていこう。これはオーリーじゃなくてノーリーから入ります。ノーリーしたと同時に上半身をシフトさせて木に板をポンって当てて返していきましょう。これはスピードに注意しながらバターで180してノーズで最後まで粘って弾くのがポイント。慣れてきたら回転数を増やしたり自分でアレンジしてみてください。ワンフットはついた足でしっかり前に蹴り出すのがポイント。隙間を見つけたらくぐってみよう。溜めてしっかりノーズで踏み切ろう。これは普通のハンドプラント。これはアーリーサイドのハンドプラント。このビッテルはしっかりターン切り上がって返す反動でしっかり体を倒してターンしていきましょう。頭が軸で回ると回りやすくなります。ランディングゾーンに人がいないことを確認してスタートしてね。狭いから木に気をつけて。踏み切りと同時に手をついて胸を張ろう。これは足を上げるというより腰から抜いて足がついてくるっていう形でやるといい感じです。はい、どうでしたか地形遊び。池がないですけどね、あんな感じに地形楽しんでいきましょう、怪我しないように。じゃあ次たくみさん、なんか美濃さんにアドバイスがね、雪なくても来るときにキックだったり、まあ、ラインからこう上がってちょっとしたハンドプラントとかも遊んだりできるし、まあ、こういう雪少ないけど、まあ、ここじゃなくても多分ゲレンデで探したらこういろんなちょっとしたこういうちょっと飛べたりするところはあると思うんで、そういうとこ探してみんなでこう楽しんでいけたらいいと思うので楽しんでください。
じゃあ銀さんは、はい、まあそのパークだけじゃなくてもこういうコースにいろんなこういうのがあって、そのアイテムジブとかキッカーとかじゃなくてもああいうのでこういろんな遊び方練習できると思うんで、ぜひちょっと僕らの映像を見ていろいろやってみてください。 OK、 じゃあみんな勇気ないですけどね、楽しんでいきましょう。ないときはないなりに何かいろんな知恵使って滑っていきましょう。じゃあバイバーイ。